昨日のことを思ったらお天気がいいけん。そうですね。ね。いかにこう通ってくる生徒は学校の周辺のごく一部のことしか知らんなっていうのにやっぱり気づいて、これではいかんなと思って外へ出て実習したりいろんな人に話聞くっていうことをやり始めたんです。そこが地域連携の始まりかなと思いますね。2016年に、地方創生の戦略づくりというところで町の将来を考えていくという場を持ってきました。その中でこのまま町の人口減少が進むと高校も廃校になってしまうという危機感が町の中でありました。高校としても高校生たちを地域の中で実習の中で学ばせていきたいという思いがあるということが徐々に分かってきて、それだったら一緒にやろうかということで地域連携のさまざまなプロジェクトが進んできました。その中で現在町が整備している集合住宅を高校生たちが神山の山に入って種を拾って育てて実際に植えていく庭を作っていくっていう種から景観を作っていくっていう事業が生まれたり、神山の農業の会社フードハブプロジェクトと連携して神山の食材を使ってお弁当を作って、それをこう料理人のアドバイスでしたり管理栄養士のアドバイスを受けながら作ってそれを文化祭で売るっていうようなことをやってきました。神山っていう町自体は阿久井川っていう川、その吉野川の支流を背骨にする形で東西にすごく長い小さな山あいの町です。町を歩くと棚田とか石積みっていうのが本当にすごく綺麗な風景が目に入ると思うんですけど、私は本当になんかこの棚田とか石積みっていうのがこの町の歴史を物語っているというか、自分たちでこう切り開きながら作ってきて自然と共生しながら生きてきたっていうのが見えるなと思ってるんですけど、石積みの授業とか景観づくり庭づくりというところを通して物事の循環を学べるんじゃないかなと思っています。山に入って種を拾って景観を作っていくっていうことだったり、いろんなことがこう分断されて生きがちな中でちゃんとこう一気通貫してその物事の流れとか人の仕事の流れっていうものが見えていくっていうのはすごく学びがあるんじゃないかなと思っています。学校だったらだいたい講師を呼んだり、講演に来てくださいとか言って研修したりとかするんですけど、やっぱり学校の中で言うちゅうよりプロがショーみたいに自分で実際その家行っておばあちゃんとかおじいちゃんとかに昔の話を聞くっちゅうのがやっぱり何か学校でできんじゃないですか。教室の中ではおじいちゃんおばあちゃんにとっても若い子が家に来てくれたらいろんな話をやっぱりしてくれるから勉強になるっていうかね、覚えてます彼ら彼女はやっぱりいろんな人と話して僕らの言うこと一個も聞けへんのにね、なんでだろうと思うんですけど昔は化学肥料がなかったからね、かやを作ってこれをワイヤーで下ろしてほんで切って積んで体現して田んぼや畑にやった。中学生とか高校生の時期ってどういう環境でどういう人と一緒にいたかですごくその後に影響していくんだなって思っていて、普段の自分の知っていること以外が町の中に広がっているというか、自分の親の仕事だけじゃなくってこういう生き方もあるんだとかこういう暮らし方があるんだっていう、それ自分の人生像とかこう仕事感みたいなものがこうより豊かになっていくといいなと、なんかそれができる環境なんじゃないかなと思ってます。学校来るのはね、生徒でないけど、楽しいわね。面白い学校はほんまに。やっぱ、ほんま仕事って楽しいで言うていかんのかな。わからんのやけど、
生徒と話すも面白いし、こうやって仕事しとっても授業教えてても生徒がこう楽しくやっているっていうのが目に見えるから、いやいやしてませんもんね。生徒やらされてる感がないから、自分からこう進んでいるような感じで実習もするし、いろんな種が本当に広がっているので、自分であこれにすごい関心があるって言って食いつけば、それに対してすごく世界が広がっていくというか、そういう環境じゃないかなと思っていて、現在進行形で今いろんな町の課題とか、その農林業の課題とかに対していろんな人たちがいろんな角度で今取り組んでいるので、そういうのをこう一緒に学べる、あるいは参画していけるっていうことが大きな価値なんじゃないかなと思ってます。